おお、翔太君、久しぶり。君が会社を辞めたこと、まだ二人に話してない。何もしなかったよ。兄ちゃんは最近どうなの？お父さん、後継ぎができたからはしゃぎすぎてる。ここで勝手に物売っちゃダメって言ったよね。翔太君、なんでそんなに家にいるんだ？君はもしかして…いつ聞いても波乱万丈な This is the Nonfiction だ。